最大の反応監督さん。サッカー韓国代表と日本代表で、このメンバーならダブル配音強可能？このくらいなら4強可能だろうか？いや、左右ウィングにファンヒチャン・ウルブス、イガンイン PSG を入れて、三笘薬母は体力的に落ちるから後半に交代投入する方がより良い。代わりにたくさん走れと注文して60分から70分の間に早めに交代しないといけない。結局ワールドクラスはフンミン・トッテナムとミンジ・マイエルンの2人だけで、残りはまあまあのレベルだから大変でしょう。そして、ガンインガーの位置なら使いません。鎌田はもう外さなくちゃ。鎌田はセリエ A 昨シーズン準優勝チームラティオの主力だから。鎌田、ガンインをあの場所に置くには攻撃や守備の負担が大きくなる。イジェソン・マインプやハン・インボム・レッドスター・ベオグラードまたは日本でいないね。たくさん走る選手が。入れて連結さえしてくれたらいいんだけど。セルビアリーガーのハン・インボムですか？スポルティングの主力である森田を入れるのが合うでしょ。いっそ鎌田外してイガンインを上げて。イジェソン入れて後に遠藤とホン・ヒョンソク経営編と2人置くのがより良いようだ。ホン・ヒョンソクはベルギーリーグだからレベルが違うでしょ。ビッグリーグ移籍後にでも。韓国人ワールドクラスの選手がいなくても日本サッカーが強い理由。確実なことは三笘、久保の左右ウィングを先発に置くのはこれは日本信者が作ったのが確実だ。あのように組んでしまえばあいつらは後半走れない。ガンインがマジョルカで中央でもプレーしてたじゃん。そしてガンインを入れないとまた文句を言いそうだし他のことはわからないけど三笘は昨年プレミアの今年の選手の候補で久保は半順非解説委員も認めた現在ラリーが最高の右ウィングでしょ。さらにファンヒちゃんはプレミアで最も多くプレーした21-22シーズンの先発試合数も久保、三笘より劣るのに体力の問題は問題ないと思う。伊藤博樹と富安の場所が変わったようだ。まあ富安はアーセナルでレフトバックもプレーするけど。博樹はレフトバック、センターバックでプレーする。ファンヒちゃんがいるのに両ウィングに日本野郎2人。うわぁ、サッカーを知らないおじさんたち曲嫌だよ。サッカーを知らないならちょっと黙っててくれ。あれくらいのラインナップが韓日コンボの中で最上位級なのに日本人選手が多いからって文句を言う無条件愛国主義おじさんたちマジで曲嫌だ。その中で三笘が後半に走れないという人は本当にどこかでサッカーを知っていると調子に乗って殴られることはやめろ。不可能。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。